です。電波悪いからな。みんなえってなるでしょ。どういうあれっていう。電波悪いんだもん。電波悪いからね。横だとどうなってんだろう。横に見えちゃってんのかな。どういうことですか、横だとって。いや、縦になってんのか、横になってんのか。ああ、だからその縦画面で見たら、ね、この横になってんのか。いや、なってないし、なってないし。なってない。ここにもペンさんのあれ見てみましょうか。うん。えい。横向きだとどんな感じ？で、実験のためにやって、別に何の意味もないの。ただ実験のためにやっただけで。あ、横になってる。本当だ。横でできるんだ。すごいじゃん。横どう？横。横配信。でも横だとね、あのすごいコメント読みづらい。これ立ってできないですね。え？で、いや単純にできる。立ってできるんだよ。じゃあこれでこのコメント立てる。え？できないですかね。コメント表示？え？え？これ？それもちょっとどうなんですか。これ単純にインカム変わるだけだよ。あ、やべ。今ね、北山のテーブルでやってんの。これどうしたらいいんだ。縦にするしかない。間違って押しちゃってた。ごめん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 。音声のボタン間違って押しちゃってた。逆が。ごめん。これがなってんじゃないですか。ごめんね。これ逆だったんですよね。逆。むずくないそれ。あ、そっか。これ立てたようじゃないんじゃない。あ、じゃあ横しかできないのかこれ。もしかしたら。あ、だからもしかしたら YouTube 用に横の、あ、そうそうそう、横に特化したみたいな感じの、横に特化した三脚だったんじゃない、うん、そうですね、やつの可能性はありますね。そういうことか。だからか。なんで北リ山エリアでやってるの。たまたまここに座ったから。で、ここの方がなんかね、明かりがいいんだよね。見てよ、これ僕ノーメイクだよ。ノーメイク。あれ、発信してるんですか。うん、これいいんだよ、この明かりが。北山のこのあれかもしんない、このテーブルの反射だ。そういうことか。これがいいんだ。なるほど。北山そういう、北山そういうことでこのは、この絶対違う、それでやってるってことか。さすがだな。そういうことで、これが鏡になってるってことですね。鏡面になって、これがあのだからレフ板になってんじゃない。すごいじゃんこれ。ノーメイクでこんな感じで映るんだ。椅子テーブルレフ板って、そう考えていいんすね。そういうことだよ、多分。そういうことじゃない。そういうこと。そういうこと。持ってます。え、来週から持ってます。そうだな、来週から北山のテーブル使うから。いいじゃん。あとケンさんのあのソファに北山さんのなんかあれおかしいなってなっちゃう。超ミスマッチですけどね。熱っ。そうそう、へえ。ちょっとほら、北山のやつだよ、みんな見て。ほら、北山のやつでしょ。うん、来週、あ、ね、来週、来週、来週。いや、ちょっと あいつにだってほら、あの椅子貸すんだからさ。あ、俺の。そうか。だからいいじゃん、こっち使っても。そうですね、うん、いいじゃん、そうしようよ。来週ここで配信しようよ。あれなってる、うん、ちょうどね。そうやってみます。あ、それでできんの。あ、おわ、で、おー、できるできる。なっちゃったよ。下側にしない。広げて。こうだ。あ、これでできるんだ。あ、いいっすね、便利だ。熱い。さすがに立て対応してるのかな、いっすわね。そういうことか。
や今なんか変なね、あの緊急ボタンみたいなの押しちゃっただけ。別に何の意味はない。そう、ゆるいと細かいし、いいや、帰ろう。帰ります。帰ろうよ。ケーキ食べます。どんな状態で放置してるんですか。どんな状態で。あんまり遅い時間にやってるとさ、なんかみんな嫌がる人いるんだもん。うん、狭そう、後ろ迫ってるねって。あ、これがここにあるからじゃない。あ、テレビだ。なんかテレビモニターがあるの、それが。そうそうだよ。今何知っていたんですか。 YouTube 生配信ですよ。生配信はってインスタライブやってます。なんかライブ配信大好きだね。ライブ配信依存。ライブ配信マスターズ。ライブ配信依存の人に。熱い。どうでもいいけど、ここは熱いですね。熱い、熱すぎる。もう帰るよ。まだ帰らないの。帰るよ。今ね、田岡くんが買ってきてくれたケーキを食べてた。ケンさん一口くらい。うん。暑いよ。そう、反射があるから照明いらずだってことを今日そういうことか気づいちゃった。うん。あ、でもあれなのか、機材があるからこれを向こうに持っていく、うん、ダブルピースしてみてどうなるの。またなんかなるの。あ、これだ、降ってきた。あとこれはこれだっけ。これがなんかなるんだっけ。あ、これだ。え、すごっ、そんなんあんねん。こうかなんないじゃん。これ変なエフェクトみたいなやつかけてみる。変なエフェクトとか来てない。岸くんの股間が光って楽しんでたやつ。そうそう、それ。あ、これでいいや。熱っ、熱い、熱いよ。熱っ。集合体の人ダメでしょ、これ。集合体苦手な人ダメでしょ。オーロラ、オーロラだ。なんだこれ、怖っ、これ怖っ。何これ、怖い怖い。何これ、熱っ。テスト頑張ってったって言ってください。頑張って。何これ、ぼかし。何これ。わあ、いっぱいなんか出てくるな。うん。こんなフィルターあるんだ。服脱ぐ。あ、脱ごうかな。暑い、暑いんだよ。暑い。あっちい、暑い、暑い。あ、倒れた。何この三脚。よいしょ。熱
うん、有明思い出すねってどういうこと。え、あ、もうこれで終わりか。そうそう、クーラーがなんかね、申請しないと切られちゃうんだけど、あっちこの中にいたくないな。いや、そうっす、ちょっと軽いサウナっすからね、今暑い、ここは。高く映ってもいいよ。いやいや、映らないっすよ今、6000人ぐらいの人に個人情報を晒しちゃった。ダメ、誰か僕の代わりにお風呂に入ってくれない？今すんごい今日ベタベタについててさ、これすごいんだから今。しかも今日結構長いのずっとセットしてますもん。うん、ごめん、消しちゃった、間違った、ごめんごめん。タオカ君はね、残業っていうか、タオカ君はあの電車じゃないからね。そうですね、僕は電車じゃないんで、バイカーだから、いつでも帰れるから。熱中症に気をつけて。そうですね、触らない方がいいって言って。終わった、帰りにできた、はい、大丈夫です。トイレは、え、トイレ、トイレ行ってきな。え、すぐトイレ行きたくなんだから、早くトイレ行ってきな。うん、ちょっと待って。OK。 そう、マネージャーさんがトイレ近いからさ。ツアー当選できるかしらって。できるんじゃない、だって俺よく分かってないけど、一般発売もまだやってんじゃないの、今やってんじゃないの。お忙しいっすね、マジで。うん、あ、見えただって今映ってたよ。え、マジだ。だからほら、引きなんだから、そっち今歩いたでしょ。そうかそうか、今映ったんじゃない、俺知らないよ。映ったよ、多分君。映ったらダメってことないんすけど。え、映ったらダメってことないんすけど。お団子さんって言われてたもん。ってことは、その頭がお団子さんに見えたんだ。え、今田岡くん見えた。あ、今奥に映ったのは田岡さん。田岡さん映ってるよ、だって。マジっすか、映っちゃったんだ。ちょっともう一回映ってみて。もう一回こう、一回ここを、あ、さっきの位置ぐらいだと思うんですか。自分でそれ見ながらやればいいじゃん。通過してさ、うん、で、ちょっとあのもっとこっちに来てみて。後ろに、後ろ下がったら見えてくるよ。後ろ下がって見える。もうちょっと、もう2、3歩後ろに下がってみ。もう後ろ二三歩、髪型がお団子さんって言われてる。ウケる。声、めっちゃ声とイメージ違ったけどいい、だって。田岡さんそんな感じなの。団子さんと同じ、イメージ違ったんだって。今はドレッドじゃないんだよ。そう、ドレッドもうやめちゃったから、なんか今はね、なんつうんだろう、パイナップルヘア。そう。刈り上げの団子、こっちにも団子さんいるのか。刈り上げ団子さん。なんでちょんまげなのって言われてるよ。YouTube スタッフのみんな髪型個性的な。確かに、確かに。個性的なやつやれないんじゃないですか。確かに。ウケる。意外だったらもっと小柄な人かと。だって薄めの団子。団子さんだって毛量遅そうだもん。団子だらけってどういうことなんだ。ヒゲセットしてるらしいですよ。知ってる知ってる。俺だ、ね、その会社のトイレで団子がジェルをあの、はい、あのダリみたいにこうやってやってんの見たの。何やってんの。ね、でちょっとセットさせてもらってますとか。ちょっとえってなりますけど。すごい子供になんだ。色気づいてんだあの子。ケン君も団子してって。俺団子できないよ、もうベトベトだもん今髪の毛。早く風呂入りたいやつですね。入りたい、早く風呂入りたい。いでいでいで、髪の毛痛い。
こうなって。窓の髪型すごい夏の男って感じしますね。え、こういう、この感じわかります？なんか海、海好きそう。何これが？はい、なんかこの感じが。いでいでいで髪の毛痛い。なんか若い。なんかほら、こんぐらい今整髪料がついてるから、こうやったら止まっちゃうのかな。クジラ。これ生えなかった？クジラヘア。なんかちょっとケンさんすごいこう夏のゴム貸して。ゴムやってみよう。少年感ありますよ。これ？どこが？もう一回。これでタオカさん北斗の拳の雑魚キャラップって言われました。何それ？どういうこと？懐かしいな、こんなことやってたな。俺髪の毛伸ばしたくて、こういうの。やってたらもうできないよ。ピヨ。なんか悪い意味じゃなくてチャラい感じがします。これすごいね。え、夏のこういうあの武士になれるんだよ。サーフィン好きそうっす。こんな人いる？いや、俺でいますよ。湘南にいてそう。こんなのやってたな。昔こんな髪型してたわ。ね。え、いいじゃないですか。なんか想像できない。顔洗う時とかにたまにやるけど。あの、ヘアバンがなかったら、つくじゃん、ここに。そうですね、泡が。それが嫌で、こんなの久々にやった。やめよう、恥ずかしい。なんか若く見える。そうですね。わぁわぁわぁ、ベタベタ。わぁ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 、手洗わなきゃ。車運転するのなんか急にチャラくなった。なんか急にチャラ、あ、さっきのやつが、はい、ラベル朝の時前髪結んでたのも可愛かった。そんなことやってたっけ。そっか、タオカ君チラッと見たよ。チラッと、そうとしたタオカくんです。普通した。いいんだ、そんな顔出していいの。なんか誰のアップじゃないですけど、あんまりね、顔出すのいいのあれだなっていう。何、ダメなの。え、全然ダメとかじゃないですけど、だってなんか、まあ、ケンさんがメインの生配信で、僕がコンサートで、有明のコンサートでさ、あの、タオカくんのこと発見した人いる？いない？いるか。なんかさ、インスタライブも難しいよね。なんかあんまり遅い時間にやってほしくない、通知が来るのが嫌だって人も。あ、そうですね、いるだろうし、うん、別に私は起きてるからやってほしいみたいな人もいるだろうし、なんかそうですよね。そうか、通知来ますもんね。そう、難しいよ。ドライシャンプー今こそ使ってみたらって。やだよ、どうせ風呂入んなら寝てもいい、寝ていいよ。これ、こんなもう、あの、長くやんないから。ただこれ、単純にこれ別にインスタライブでやりたかったわけじゃなくて、この、なんか、ここの北山の明かりいいなっつって、これ、ちょっと、つけてみるかって言った、やったのと、この、なんか、三脚がどんな感じで使えるのかを実験してたら、始まっちゃったから、やってるだけで。別に意味はないんだよ。マネージャーさんがトイレから戻ってこない。本当だ、お腹痛いのかな。痛いってよかった、トイレ。え、うん、戻ってきてほしいね、帰れないんだから。トイレの通知は大歓迎、優しい、嬉しい。北山くん元気？北山会ってないから分かんない。暑い、暑いめっちゃ眠いんだけど俺、昨日寝れなかったんだよ。何時に寝てますか？6時半。え、うん、何時起きですか？今日は6時半に寝て、何時に起きたんだっけな、起きたのは10時、いや、9時か、9時。え、6時半、うん、6時半、2時間半とかってます、うん、やば。そうそうそう、
そうそう、だから今日はちゃんと明日も撮影あるから、ね、今日は大丈夫お腹、うん、大丈夫です、うん、配信されてるからね、あ、ほんまに、うん、帰るよ、ありますか、 YouTube 生配信って今のテンションが違う、あ、そうなの、違う、どう違う、違います、違います、どう違うの、なんかダウンなんです、こっちの方が、へえ。なんかよりあのいつものケンさんっていうか、ああ本当、回ってない時のケンさんって感じですね、それもうメイクも落としてるしさオフですよね、うん、完全オフだよ、はあ、帰って風呂入んって寝なきゃ、なんで6時まで寝れなかったんですか、わかんない、寝なかったんですか、じゃなくて寝れなかったんですか、寝れなかった、6時半ぐらい来た、ご飯食べたんですか、ご飯も食べた、ご飯も食べた、明日あるから、うん、ラーメン食べた、ラーメン、明日目腫れちゃうかもしれない絶対それ気にしながら食べてんやろな、明日でも楽しみなの、明日の仕事は、どういう、あ、言えない、いや別に言ってもいいけど、明日所さんに会うから、え、あ、そうなんですか、そうそう、所さんにめっちゃ久々に会うから、え、番組とかの今日ですか、普通に番組、いいっすね、収録だから明日、ね、世田谷区ですか、世田谷区です、ああ、そっちじゃない、スタジオで、うん、へえ、それはすごい楽しみ、手伝ってない、いいっすね、しっかり寝てみなさい、うん、 そんな、そうだよ、久々に所さんに会うな、何年ぶりっすか、去年、結局ほら、なんかいつも正月に所さんに挨拶行くんだけど、うん、なんか去年、あ、今年、はい、今年の1月ってさ、2B ハイスクールやってたじゃん、あ、そうですね、ハイスクールもあったし、だし、あと俺、能登のそうですね、新さんもあっちゃったから、あったし、バタバタでしたもんね、それで、そうそうそう、そっからまたなんかバタバタしてて、レコーディングとかもしなきゃいけなくてバタバタしてて、そう、3月あったそうね、そうそう、だから、全然所さんところに行く暇なくて、うん、今年行ってないの、そう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 、だからちょっと楽しみだ、楽しみだよ、いい気がしなってください、最初いろんな話、じゃあ帰りまーす、皆様、私帰ります、帰るよ、インスタライブ30分ぐらいしてたんじゃないですか、え、インスタライブ30分ぐらいしてたんじゃないですか、帰るよ、帰ろう帰ろう、でもこれがリアルだってみんな分かるんじゃん、実際、ね、YouTube 生配信やってその後にゆるりとな反省会取って実際私が帰宅するのはこのぐらいだって、そうですね、でもこれぐらいだって今超、あ、なるほど、この時間軸でこの人は動いてんだっていうことはファンの子は今しがた知ったね、そう、1時間弱ってもね、そうだよ、みんな気をつけて、これまだあの配信中だからね、嘘ですよ、本当だよ、ちょっと、え、本当だよ、気をつけて、映らないように気をつけて、本当ですよ、うん、帰るよ、帰りまーす、ちょっと待って、そこにあとまだっすよ、もうそこにえ、嘘ですよ、でもまだっすよし、帰ろう、でももう使いこなしてるじゃないですか、え、これを、はい、もうそれも、え、いいや、とりあえず行こう、あ、ちょっと映るってだから、俺の後ろに来たら映っちゃうんだよ、危ないよ、みんな、帰るよ、あれ俺はあっちだっけ、ケンさんはあっちです、僕はこっちです、じゃあね、はい、お疲れ様です、バイバイ、映そうか、これペッてやったら映るよ、いや、もう
走りますけど。え、ペッてて映してやろうか。映してやろうか。鍵落とすなよ。あ、本当だ、今日は大丈夫です。ほら、一応これやって。お疲れ様です。でてててトゥービー。あー、そうだ、ケンさんのところ。俺、そう、俺ここなんて立ったことないもん。そうですよ、出てないっすよ。出しときましょう、いつもここで写真撮れたらいいなって思う。なんか、これね、こうやってらしいです。よくわかりません、私は。顔隠してる顔隠してる、反射の顔。そんなわけで OK? どっか、またどっか行っちゃったよ帰りたいのに帰れない。反射してるから気をつけてね。だって噂の自販、なんか噂だったんですか。あ、噂の自販、何で、なんか、俺ね、はっきり言ってこの自販機全然魅力的な飲み物がないんだよ。そんな言うてます。え、自販機黒いし、自販機魅力的な飲み物ないんだよ。ちょっと見せられないんだけどさ、ないんだよね、魅力的な飲み物。いける？はい、回ってるかね。喋ると全部入ってるかね。本当だよ。じゃあね、お疲れ様です。お疲れ様です。また来週。じゃあ帰ります。よいしょ。ん、何、あと画像消してるやつじゃなくて。え、じゃあほんとほんと今回ってるんだって。しゃべると全部だから君の声も入ってんだよじゃあバイバーイ、切るよ、さよなら、おやすみー。